はい、文字の山古墳殿、ここでございます。ここは48メートルの古墳なんだけどね、ちょっと見た感じ小ぶりやけど、どうなんでしょうかね。ここがね、はい、つかみブリッジ、つかみ橋でございます。これはこれ、ね、熊谷丘陵公園で一番大きなね、津山公園です。ちょっと右に振ると、ちょっと見えるかな。ここに古墳が、三好二号墳やら、いろいろあるんだけどね。見えな。狐塚古墳も見えないから、ちらっと見えるか。間はね、泥がしてますもんね。ずーっとこっちに寄ると、下のはちょうど綺麗だね。コキアがものすごい色づいてます、コキアがね。で、こちらの方がずーっと行くと、カリオンの方がね。まだまだ見れるね、これ。ほんま、本当に綺麗です、今。ここの中にね、今、北今市、1号墳、2号墳かな。どこでもあったんだけどね。ちょっと右に振ると、ここが滑り山古墳。滑り山古墳。これね、これは塚古墳だよな。ずーっとこっち寄ると、こっち一本松古墳。で、一本松どこや。ちょうどこれ一本松やな、一本松。あとは見えんな。あの奥に乙女山古墳があるんだけどね。で、一番右のここ、これが文城山古墳、古墳だけどね、まあ、形は見えませんわ、さっぱり、はい、なかなか景色はいいんやけどね。この辺、これが二条山かね。大阪の山はね、昔よく見えたみたいやけどね、全然見えへんな。東側だけです、見えんの。東側はね、この奈良方面は、奈良方面もちょっとちょうど建物が邪魔なんだけどな。文次郎塚古墳もちょっと、文次郎山古墳やったかな。ちょっと邪魔やね。よっしゃ。